最近暗く髪を染めまして、早く馴染まないかなと思って、毎日シャンプーを2回してたんですよ。夜ずっとなんかスースーするなって思ってたの、シャンプーが。なんかこれ夏のシャンプーじゃんみたいな、ママなんでこんなの買ったんだろうって思いつつも、それを使ってたんですよ。そうスースーするんですよ普通に。まあそれで何日も洗うじゃないですか。で今日ママとお風呂に入って、あでママはなんか、あやちゃんこのシャンプー使ってるんだみたいな、これパパのだよみたいなへえみたいな、へえじゃないよみたいなこれパパのなのってなってママとお風呂よく入るんですけど、あやちゃんこっち使ってるんだねみたいな、パッケージとかに気づかなかった。えママとお風呂入る、それに驚き、それで気づいたんですよ。もう悲しい。え全然詰め替えボトルとかじゃなくて、普通にその男性メンズ用のボリューム、マジいらんのよ。私髪の毛の量が本当に多くて、嫌味ではないんですけど本当に多くて、しかも張り腰もめちゃめちゃあるから、どちらかというと量はまあ多いままでもいいけど、ちょっとボリュームを減らして、なんか女の子っぽい柔らかい髪にしたいタイプなんです。別にボリュームもいらなければ張り腰もいらないし、黒くしたくもないのに、もう真逆を使うという、真逆のシャンプーを使いました。ママさんとお風呂が衝撃です。本当？お母さんとお風呂ってさ衝撃入らない？みんな、えママとお風呂めっちゃ入るよ。パパとはないけど、ママとお風呂入る件で話が全く入ってきました。え？なんで入らん？え？入らないってみんな。全然めっちゃ入る。湯船も全然入る。洗いっこはしませんそれはないけど、え？全然そんな広くないよ。え？マジか。なんだろう、私が変なんだ。びっくりした今。